MC の豆助です。よろしくお願いします。今回はですね、こちらの3人に来てもらっております。よろしくお願いします。はい、まゆみさん久しぶりですね。お忙しかったですか最近は。すごい問題がいっぱい起こりました。メキシコはダムが、はい、計画放水をしようとしてたら全然違う時期にしちゃって雨と重なって、うん、すごい浸水と水害で川が氾濫してました。もうのっけからレベルの高い話きましたね。本当ですか。畑しかないところがもうなんか突如一晩にして、うん、あれここ湖だったのかしら。歴史的な災害をさらっと言いますよね。それ浸水でしょ。だからみんな今ボートで移動してました。うん、そのボートは、うん、みんな持ってたのとか、もういろんな謎が渦巻いてる。事態が起こってましたね、キコは。じゃあもう今日ちょっとねパンチのある話期待しておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてですね、今回初登場となる方がいらっしゃいます。中国四川省出身のレイレイさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レイレイです。これ本名なんですよね。そうなんです。ちょうど日本でね、上野動物園に双子のパンダの赤ちゃんが生まれて、はい、レイレイっていう名前になったんですよね。私もその募集してるの知らなくて、いきなりなんか いろんなお友達から当選おめでとうってメッセージが来てたんですよ。当選おめでとう。そう、最近なんか選挙、総選挙なんで、うん、ってなったら、なんかパンダの名前に選ばれたから当選おめでとうって、うん、びっくりしました自分でも。だからこの番組アバターも当然パンダをイメージしてたので、あレイレイさんは。そしたらこのニュース来ちゃったから、もうレイレイパンダで検索するともうドンピシャでここにアクセスが来るっていう。あ最高ですね。うん、何も嘘ついてないからレイレイ。何も嘘ついてないです。すごい策略。みんなになんかコメントで言われたのは、上野動物園に会いに行ってあげてねとか言われて、ね、レイレイがレイレイに会いに行ってくださいとか、コラボ、レイレイとレイレイがコラボしてください。コラボだね、本当だ。一回行っとかなきゃいけないんじゃないですか。そう、行かせて使おうとしてるでしょ。行かせて使おうとしてる。あ、もうでも何も使うことないでしょ。ツイッターあたりでなんかちょっと話題になりそうだけどな。レイレイが行きましたって。ちょっとなんかツイッターのフォロワー増えましたそれで。あ、でしょ。そうだよね。いや絶対反響あるだろうなと思って、うん、検索多分してくれた方、レイレイっていうのを検索して、あ、こんな人いるんだみたいな感じでフォローしてくれた方はいると思います。当選おめでとうっていっぱいメールが来たってことは、そういうニュースとかになってるってことですよね。そうそう、日本はもうパンダの赤ちゃん名前がついたってニュースになります。全国ニュースで流れてます。ありえないですよ。ありえないですか。そう、動物園とか水族館とかのことがニュースになって、しかも名前がこれに決まりましたみたいな。ありえないです。そっか、ありえないんだ普通。LA とかどうですか。日本ならではですか、ああいうのって。平和なとこほどそういうのがニュースになるんでしょうね。メキシコはそんなこと構っちゃいられない。そ命がけじゃないとね、ニュースになるね。あとレイレイさんね、 YouTube もすでに現在なんかやられてることなんですか。はいはい、基本的にはチャンネル名前は中国のトレンドなので、基本的には中国で今起きてること、直近の、なんていうかな、話題になっているトピックとか、あと、まあ、自分はその中国から日本に行っていろいろカルチャーショックとかも受けてるので、そういう話も入れてきてるんですね。今日はこの3人と一緒におしゃべりするだわーわーイエーイ。今回のテーマはこちらです。フード&フェスティバル。お祭り。季節も秋ということでですね、いわゆる収穫祭などいろんなイベント祭りがあると思います。そこで今日は皆さんが住む国の食にちなんだイベントをご紹介いただきたいと思います。まずはまゆみさん、メキシコの食にまつわるイベントを教えてください。ハロウィンと同じ時期に開催される死者の日
というメキシコのお祭りがあります。わあ、すごい パレードですねこれは、うん、街中はドクロだらけになります。わあ、すごいな。こういうモニュメントみたいなのはやっぱり自治体とか州とか国とかがやってるんで、うん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 、デコレーションもされて綺麗な感じで、まあ、みんな観光客の人も多く来るんですけど、ちょっと今年は多分コロナであんまり開催されないだろうなと思います。でみんなペイントもするんです、顔に目の周りも黒く塗ってガッコツみたいにしてます。あ、これは何ですか。これ元あった瓦礫の中にただ骸骨を差し込んだのかみたいな感じなんですけど、メキシコって瓦礫すごい多いんですね。道路の作り方も日本とかアメリカみたいに良くなくて、雨季の時期とかで雨がバーって降るとすぐボロボロとなるんですよ。ごめんなさい、ちょっと整理するとこれは、はい、その死者の日のために作ったオブジェじゃないんですか。これずっとこのまま置きっぱですか。これは骸骨が置いてあるのは死者の日のためだと思うんですけど、でも明らかになんかこの道路が壊されたっていうか、これはどういうことなんですか。リアル。瓦礫の上にポンとドクロ置いただけです。これはそうですよね、瓦礫明らかに置きましたよね。うちの母親の言葉を借りると、うん、建設中の家を見た母親が、まゆみあれは作ってるの壊してるのって聞くぐらい瓦礫なんですよ。迷うぐらいなんだ。迷うぐらい瓦礫なんです。これはちなみに捨ててある瓦礫ですよね。そうですそうです、捨ててある瓦礫です。そこに人形を置いちゃったっていう感じなんですか。死者の日だから。そうです、ね、そうです、アートです。でも死者の日の後も取り除くかって言ったら多分そのままゴミになってると思いますよ。すごいよなぁ。レイレイさんどうですか。これ道路の壊れやすさは中国もあったりするので、メンテナンスがちょっと常に必要みたいな。そう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 、うん、雨降るとね道路壊れるんです、うん、また中国とメキシコ情報がすごいな。あと建材よく盗まれるんですよね。なんかそう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 、盗まれる。よく盗まれる。鉄鋼なんかその鉄一本とか、 そのなんか板とかそこら辺に置いてたら持っていかれちゃうから、もうすぐ捨てちゃうんですよね、うん、そう鉄銅アルミ高いもう売れますもんね。あ、姉目のものが落ちてるっていう感覚なんだ。このなんかハンカチみたいなのは紙とかビニールのシートを切り絵にしてるんです。もちろん死者の日もたくさん出るんですけど、お誕生日だとか何かのお祭りの時にドクロのマークだったり、結婚式だったら、うんうんうん、あの新郎新婦さんが描いてあるような絵の切り絵が飾られるんです、まあ、ドクロとさっきの切り絵、それとマリーゴールドを飾るのが死者の日なんです。亡くなった方がその死者の日になると、うん、戻ってくると、何事にこうです帰ってくるっていう、うんうんうん、でそれで個人をみんなで作っていうお祭りなんです、マリーゴールドの花とか着色したお米とかで祭壇を作って個人が描いてくれるようにします。明るいですよね、やっぱり。そうですね、カラフルで可愛い。なんか変な話、楽しそう、そう思うよね、楽しいって感じ。わあ、すごい。これはお墓です。地図に行ってこういった飾り付け、あ、そういうデコレートしちゃうんだ、お墓自体も。そうです。でその時も祭壇にやっぱりお供え物とかもするんですけど、欠かせないのがパンなんです。パン。パンなんですか。はいはいはい。キノコに見えました。死者の日のパンがパンデムエルトって言うんです。うんうんうん、十字架のマークがついたパンなんです。上からちょっと砂糖、あの粗めの砂糖をかけて甘くしてあるパンで、なんか中にはあのクリーム入れたり、そのままパンだけで焼いてあったりっていうのがあります。メロンパンみたいね。そうそう、メロンパンはメロンパンで、実は日本のメロンパンってオリジナルはメキシコのコンチャっていうパンなんですよ。へー、これな、そうなんだ。なんだ。で、コンチャって貝っていう意味。コンチャ、うん。そうそう、貝。あー、へー。
まあ、これなんかそっくりですね。日本のメロンパンだな、これなんか。日本の方は、まあ、中の方の生地にもちょっとクリーム練り込んだりして、ふわっと甘くなったりとか。メキシコのは中の方にはあんまり味がついてなくて、外側のその砂糖が甘い。甘い。まゆみさん的にはどうなんですか、味の方は。あ、ちょっとメキシコに住んでてあれなんですけど、日本のメロンパンが恋しくて仕方がない。食べるとボソボソっとして、すごいこのお腹のたりがすごい砂糖だらけになるんですね。で、中の方結構パサパサしてるんです。もうボロ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 。うちはね、あのメキシカンベーカリーに行ってこれ買うんですよ。ポロ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 歩き回ったらもう、あの掃除機で手を回らないといけないから、うん、だから分かります、その違いがよく。でこれはタマレスっていう料理なんです、うん、これも祭壇によく飾ることが多い。トウモロコシの粉とお肉とかハラペーニョとかを一緒にして蒸した料理なんです。私も美味しくて、よ、あの結構買って食べます。ああ、ようやくなんかまゆみさんの口からメキシコ料理うまい情報が、うん、これタマレスは美味しいんですね、やっぱり。じゃあね、なかなか日本じゃちょっと食べる機会がさすがにないからあれですけど、死者の日は、まあ、日本のお盆と同じだよって言ったんですけど、はい、結構迎える時の迎え方が日本とちょっと違うんです。日本は亡くなられた方が同時期にこう皆さん戻ってきますよね。うん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 。違うんです。大人の帰ってくる人、子供の帰ってくる人が違うんです。不思議でしょ。それどういうことですか。あの、何か聞いたんですけど、分かんないって言うんですよ、ね。あ、本当ですか。じゃあちょっと宿題にしましょうか、それ。聞かないでググってみた方が早いじゃないですか。ググった方が、そうだね。ググった方が早いよ。正しい意見でしたね。ググった方が早いよ。では続いて、まゆみさん。他にメキシコの食とイベント何かありますか？インデペンデンスデーというのがあります。で、これ、スペインから独立したっていう記念日で、9月16日に開催されます。うわ、すごい。やっぱり欠かせないのが花火なんですね。メキシコでは、その花火、よく爆竹とかロケット花火とかを使うんですけど、使う量が尋常じゃないんです。近くに花火屋さんがあるんです。今日動画を撮りに行ってきたので、そちらを皆さんにご覧いただこうと思います。これ8軒9軒ぐらいかな、並んでいる小屋があるんですけど、これ全部そうです。花火屋さんです。で、駐車場に県だって書いてあるんですね。わー、これだ。うわこれ、でかいな。これ相当でかいってことですよね。ですね。あの筒状でだいたい6メートルから7メートル打ち上がるものと20メートルぐらい打ち上がるものとあります。いや、てかこれもうこれどこの紛争地帯ですかっていう感じになってるんですけど、事故現場みたいだね。すごいな。最後のはあのお祭りの時の花火の画像です。8軒ぐらい、あれ全部もう花火屋さんなんですか。全部花火屋さんです。あの地帯だけで、ね、何かあってもいいようにもう何もないんですね。言うとお店から10メートル15メートル離れたところからもう歩かないと中入っていけないんですよ。ああ。近寄れないように、万が一のために。そうです、そうです。車でもう近寄れないんだ。で、周りは本当に何もなくて小屋だけ建ててるみたい。で、メキシコで一番よく使われるロケット花火のサイズってどれぐらいだと思います？これです。うわー、すごいな。まあ、見えないでしょ。なのでちょっと端から流してみますね、ここ。ダーンタタタタン。おー、すごい。やばい。日本でいう花火とこんだけ。ああ、火薬の部分だ。ああ、すごいな。割とっていうか、レイレイさんが冷静な目で見てるんですけど、中国じゃ当たり前だよってことなんですか、それは。なんか中国でもあのいわゆる爆竹屋さんとかあるんですけど、うんうん、同じような棒状杖みたいな感じで
このくらいなんか長くてそこを持ってやったりするんですよ、お正月の時に。そうそうそう、あるあるある。棒の先にこうムカデみたいにずっとこう爆竹が、あ、爆竹がね、はいはいはい、爆竹がついてるやつ、ね、昔ジャッキーチェンの映画で見ました、はい。そう、前に住んでた家の時はあのインデペンデンスデーだけじゃなくてやっぱニューイヤーの時もみんなすごい打ち鳴らすんですね、うん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 、こういったのが家の中に入ってきたりとか、まあ、公園とかでやったりすると木が燃えるんですね、大体火事が起こってる。え、山火事、山火事は普通に起こるからいいんですけど普通に起こるじゃん燃えてるぐらいな、レベルが高すぎてびっくりするんだよ。パンダはニュースにならないよね、そんなとこでは。パンダはニュースにならない。パンダの名前どうでもええわ、どうでもいい、どうでもいい、どうでもええわ。中国のあんま聞かないですもんね、山火事あるってさすがに。山火事は少ないですね。爆竹とかで傷ついたとか結構子供ありますよ、なんかそう手で持って火つけて本来投げるんですけど子供バカだからそのまま持っちゃうんですよね。そう手の中で爆発したみたいな。中国あるあるなんだ、祭りが来るとね。お正月の定番ネタです、ね、うん、それとインデペンデンスデーに欠かせない料理があるんです。名前をチリエンノガダと言います、うん、こちらです。じゃーん、何これ。あ、秋田知らないですか、これは。知らないですね。初めて見ました。パッと見はなんかメキシコの国旗っぽい感じのカラー。ああ、色が、ああ本当だ。マメスケ正解。はい。そう、メキシコの国旗をモチーフにしてます。このチリエンノガダもチリで緑。うんうんうん、うん。そしてクリームソースで白。うん、ほう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 。赤いのはザクロです。ザクロね。ザクロなんだ。中にひき肉とかを詰めて、まあ、チリとか胡椒とかで味付けをしたものに上からソースをかけてます。クリスマスカラーでもあるし、鮮やかで美味しそうですね。美味しそう。多分あんまりもう食べないかな。あんま美味しくないんですか？いや、あのレストランによってすごい美味しいとこと美味しくないとこに分かれるらしいんですね。なるほど。で、私が食べたのはお世辞にもまた食べたいと思うものじゃなかった。じゃない、残念な感じだったんですね。コンビネーションがあまり良くなくて、うん、チレとひき肉の詰めてるのだけで食べた方が良かったんじゃないかぐらい、無理やり寄せた感があるんですね。味よりも見た目が大事だよの料理なのね。ソースはソースで美味しいんですよ。うんうん。一緒にしちゃったらダメなんだ。どうでしょう、私が食べたのが悪かったのかな。ただやっぱり高級な料理になって高くなるので値段が。高級料理なんだ。そうです。特別な料理になります。面白い。うん、はい、ありがとうございます。他にメキシコの食とイベント何かありますか？私が住んでるイラプアトという都市の食のイベントがあります。イチゴです。イラプアトの都がイチゴになってますね。はいはいはい、クエン菜の出し物のような感じでイチゴの販売だったり、イチゴにクレームをかけたようなものだったりっていうのが販売されます。うん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 。まあ、長テーブルの上に本当に生産者の人たちが自分の畑で採れたイチゴとかを持ち寄る感じなんで、うん、本当にローカルのイベントです。まあでもこういうのが楽しいですよね。これはその練乳とかかけてあるやつですか？これはかけてるんですけど、これちょっと冷やしてますね。うん、フローズンイチゴみたいですね。あ、そうですそうですそうです。なんかカクテルっぽいのもありますね。グラスのとこにちょっと乗せたりとか、うん、あと、うん、イベントも見てもらったんですけど、うん、私が一番見てもらいたいのは、いちごの路面販売なんです。じゃあちょっと見せてもらいましょうか。これわかりますか？フレサ100メートル、いちごが100メートル先で売ってます。すごい手書きの看板出てきましたね。でここにもおいしいとって言ってるんです。この販売とかすごいな。これクリームそうです。コーンクレマ、あー、で
こうやって目立つ看板を自宅でみんな作ってます。これが私が買いに行った時なんですけど、やっぱカゴに入れてみんな売ってるんです、うんうん、あー結構な量ありますね。そう考えるこれちっちゃいので2キロ入って100ペソです。いくらぐらい？2キロで約500円、うん、まあ安いですねやっぱね、うん、すごい安い。いやすごいいっぱい量あるよな。でちょっと大きい箱が5キロなんですね。で5キロで1300円ぐらいですか。で見てくださいこれ、岩を自分でペイントしてイチゴにしてるんです。あーいいすごいなすごいなこのこのカゴもくれるんですか。うんうん、このカゴもくれます。カゴごと。でこのおじさんは今ちょっと見えてる8キロぐらい先のとこに自分のイチゴの畑があって、うん、そこから取って持ってきて販売してるって言ってました。なるほどなるほどなるほど。おじさんはイチゴ農家の方なんですね。じゃあそうですそうです、イチゴ農家。なんか人も良さそうな感じだけど、なんか安心したな、ちょっと、なんか看板見る限りここは本当に大丈夫なのかって思いますよね。思う。なんか全然普通のおじさんで良かったな。中国とかもうなんかあの手の路面販売とかいっぱいあるんじゃないですか。どうですか。 ありますあります。なんかマンションが集まってるところの路面だと結構そういう果物とかなんかちょっとしたものを販売してて、すごい気軽に帰り道にさらっと買っていくからすごい便利なんですよ、うん、桃とか梨とかっていう。そうそうそう、何でもあの例えばそのスイカのシーズンだったらなんか小さいトラックでなんか後ろで運んで飛んでくるとかそのまま売ってくる。ありますあります。そうそうそういう感じで冷麺、冷麺とかもあの売ったりしますね。へえ。で、皆さんなんかカートみたいに引いてそこで注文すると、うん、いろいろ味付けしてくれて気軽なおやつとか、うん、気軽なご飯とか、わそういうのは全部大々路面販売ですね。こんな串焼きみたいなもの、串焼きみたいなもの、野菜を例えばじゃがいもをこういう風に串焼きにしてそこで焼いて。あ、タコさんあれじゃないですか、大阪のなんか芋刺してるあの食べ物なんでしたっけ。コロッケコロッケ、あんな感じコロッケを引き刺してるんじゃないですかレイルが。じゃがいもを輪切りにしてやるんですよ。輪切りにすると、そう、それすごい美味しいんですよ。うん、韓国に今ちょっとおしゃれになってる、ずーっとこうぐる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 なってるやつ、ぐるぐるになってる。あーある。あれになんか例えば唐辛子をちょっとなんか塗って、入れて、ごま油塗ってとかやると本当に美味しい。美味しそう。うん、あの手のは。っていうのを帰りにちょっと買って食べながら帰るみたいな。いいですね。ちょっと今後まみさんどうですか。まだまだネタありそうですか今後。たくさんあります。ね、次のレポート期待してます。はい。